こんにちは、NHK ジジイニュースです。前田会長です。私が NHK の経営委員長をやっている森下です。NHK7 時のニュースの担当を交代させました。これが前の担当だったんですが、ジジイ二人でやろうと。若いもんには負けるわけにはいきません。NHK の執行部は豚うんこみたいだという批判があることは分かっています。日本郵便総係の詐欺的セールスを批判したクローズアップ現代。潰したんだろうというんです。まあ、それはそれとして、今日は自民党の郷村正彦氏ピンチに陥っていますので。まあ、いいじゃないのっていうわけなんです。370万円のセドリックいいじゃないですか？統一教会の顧問料2000万円いいじゃないですか？自民党ですよ。今後とも要所ではジジイニュースやりまーす。じゃあね。じゃあね。김정은 동지 우리는 당신밖에 모르